サムライスピリッツ。フーレイシャン、お任せくださいな。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。昨年から続く地脈の乱れは未だ帝国内に不穏の影を落としていた。日に日に反新帝国の機運が高まり、ついには反乱が各地で勃発する。事態を重く見た新皇帝は国内随一の風水師ウー・レイシャンにこの機運を助長させる地脈の乱れを正すよう命じる。祖父から受け継いだ風水羅盤を手に、ウー・レイシャンは混乱の渦中へと身を投じるのであった。宇月、これよりは抗議の任、若輩者はここまでにいたせい。ウーレイシャンバーサス野牛十兵衛、いざ尋常に最終戦勝負。これが風水の力です。あなたを見ているとおじい様を思い出します。お年の割に元気なところとか声が大きなところとかよく似てらっしゃいます。ガレオン戦場、正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。ウーレイシャンバーサスガルフォード、いざ尋常に最終戦勝負。勝者ウーレイシャン。これが風水の力です。
龍脈の力に真珠を見立て、この世にその一角を顕現させる。それこそ我が風水術の真髄ですわ。外流島羊の刻。お前さんが相手かい。泣きを見ても知らねえぜ。ウーレイシャンバーサス覇王丸、いざ尋常に最終戦勝負。はぁはぁやぁはぁはぁはぁバイバイ。どけウーレイシャン。各区一服でございます。剣心に勝るとも劣らぬ豪の太刀、あなたならばあの方の眼鏡にかなうかもしれませんね。あな悲しや、あな苦しや、憎しい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 。味方ヶ原。さっさと抜け、貴様を殺す。ウーレイシャンバーサス騎馬神源十郎、いざ尋常に最終戦勝負。勝者ウーレイシャン。各区一服でございます。孫騎は短騎と申し、あれなんだか違うような。もしかして私言い間違えました。グリーンヘル。ウーレイシャンバーサス
タムタム、いざ尋常に最終戦勝負。レイシャン、破服衣服でございます。とても不思議な気を宿した仮面ですのね。少し手に取ってみても、あれ、外れません。外流島牛の国。冬海に身を尽くしても我ゆかん。切る。ウーレイシャンバーサス橘右京、いざ尋常に最終戦勝負。衣服でございます。やはりこの直面、私には荷が重すぎますわ。はあ、こんな戦いの日々、想像すらしていませんでした。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できたこと、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。洛中三門前。あんたもこの先に用事かい？奇遇だね。俺もさ。ウーレイシャンバーサス徳川義虎、いざ尋常に最終戦勝負。勝者ウーレイシャン、
これが風水の力です。あれ、あれあれ、私のメガネはもしかして落として、あ、額にかけておりましたわ。恥ずかしい。ミネルヴァの間。羅盤の導きによると、この辺りに手がかりがあるようですね。しかし、なんと素敵なお屋敷なのでしょう。我が国にはない風情を感じますわ。何なんだ貴様は。勝手に侵入した挙句、堂々と館の中を徘徊するとは。貴様の目的が何であれ、その罪、決して軽くはないぞ。ウーレイシャン VS シャルロット、いざ尋常に最終戦勝負。勝者ウーレイシャン。これが風水の力です。確かに私も無礼ではありましたが、何もそこまで怒らなくても。また怒られる前に次の場所へ。あら、この絵画はまさかこれが。なればいい。静か千年桜。私は、ようやくたどり着きましたわ。このウーレイシャ、一族の名にかけてその邪気払い落としてみせましょう。ウーレイシャン VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。
許せぬ。この世が、そなたが憎い。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の浄化昇天を見届けたレイシャンは、一面の桜花爛漫に心を奪われる。邪気から解き放たれた静か御前を弔うように、桜の花は静かに風に揺れていた。乱れていた流脈もまた正常の流れへと戻りつつある。天命を果たすことができた喜びを抱き、軽やかな足取りで彼女は母国へと向かった。帰還したレイシャンの耳に届いたのは、日の元での災禍の消滅に応じるかのごとく反乱が鎮圧されたという吉報だった。祖父への報告の傍ら、彼女は安堵の笑みを浮かべた。過酷な旅はもう終わり、これからは国に腰を落ち着け、風水で朝廷を守護していくのだ。
あの騒動から一月が経ったある日、レイシャンは列権の前呼び出される。再び単身で諸国を巡り、古代の彩花の真相を調査せよ。皇帝から下された新たな勅命に、レイシャンは思わず目を丸くした。理想が音を立てて崩れ落ちてゆく中、彼女はその身に哀愁を帯びながら、再び過酷な旅へと身を投じるのであった。過酷な旅が終わったと安堵しておりましたのに。しかしこれも風水師として陛下の信頼をいただいている証拠。前向きに参りましょう。